中之島の一中の島は、長崎県長崎市に属する無人島。島の南南西約700メートルの位置に、軍艦島の愛称で知られる淡島がある。中之島でも淡島と同様に炭鉱開発も試みられたが、こちらは短命に終わった。その後は淡島住民の公園や火葬場、墓地として利用されてきたが、淡島の炭鉱が閉山した後は、淡島同様放棄された。1879年に中之島で炭鉱の開発が始まる。1884年、一度官有となった後、三菱社へと売却された。三菱社への売却後、立坑が2本掘削され、本格的な操業が開始されたものの、坑道での出水が多かったことから採掘が困難となり、1893年には操業を停止。三菱社への売却からわずか9年で閉山した。隣の島である淡島においても1886年より本格的な石炭採掘が開始されており、中之島炭鉱閉山の3年前、1890年に中之島炭鉱と同じ三菱社へと売却されている。中之島炭鉱閉山後、島には桜が移植され、花見が行えるように整備されたり、海浜レジャーの場として利用された。歴史が下るにつれて人口密度が急激に上昇した淡島では緑化運動が広まり、その一環として中之島に緑化公園が造成されることとなった。公園の造成は1962年より開始され、遊歩道、展望台、遊具を設置した中之島水上公園が開園した。また、淡島には火葬場と墓地が存在せず、中之島に火葬場と墓地も設置されていた。1974年4月20日に淡島炭鉱が閉山。中之島も淡島と同様に放棄された。以後は釣り人が訪れる程度となっている。島内には立坑を含む炭鉱時代の遺構や水上公園の遺構、火葬炉、納骨堂の遺構などが点在している。島への定期便はないため、チャーター便を利用する必要がある。国土地理院の地形図。ありがとうございます。